バタフライ、特注ラケット、アリレートカーボン、ファーレイトブレード、グリップ、ピスカリアの弾みと打球感、硬さをレビューします。もう一つ、インナーフォース GLC。 この特注アリレートカーボン、コファレートグリップビスカリアは、弾みはミッドファーストほどです。少しサイドテープの跡がついています。スピード感があって、打球感はややハードです。ティモボル ALC と比べると、こちらの方がボールを少し持ってくれる、回転がかけやすい性能で、ティモボル ALC の方は弾きが良い、球離れが早い、ボールのスピード感があるという違いがあります。こちら、このコファレートの板はヒノキが使われていて、プラスチックボール向きの材質です。インナーフォース GLC と比べたら、スピード感はこちらのコファレートの方がスピード感があって、玉持ちはコファレートも玉持ちがあるのですが、インナーフォース GLC の方がもっと玉を持つ、かなり玉を持つという感じで、スピンが強い、かなり強いインナーフォースと GLC と、スピンがよくかかり、スピード感も、スピードとスピンの高性能さ、バランスの両立というのはかなりコファレートがどちらも高い次元で高い次元の性能になっています。インナーフォースはかなりスピン重視という性能になっています。どちらもミッドファーストほどで弾む卓球ラケットです。とてもおすすめです。